正金、あ、正金、正金ワンチャン入れてもいい。あ、いいじゃん、いいじゃん。で、金って読ませよう。え？不適切だっけ？おい！コナミ！おい！コナミ！おい！何が不適切だってんだよ！おい！コナミ！ダメだろ！お前、それはダメだろ！失礼だろ、おい！何が不適切なんだよ、おい！正金さんの、何がいけないんだよ！言ってみろ！おかしいだろ、それは。おい！おい！お前！おい、コナミ！おい、おい！コナミ！なんでいいんだよ！なんで弟はオッケーなんだよ！おかしいだろ、それはちょっと、ダメじゃない？なに、なんでヒカキンはいいの？ヒカは良くて、セイはダメなのか。うちもツイッターにさ、ゴールデンウィークが終わった、ダチクのみんなみたいな感じで、サドーワースのグブリンマウントデーモンのモノマネ動画でもありようかなって思ったけど、普通に敵作りそうでやめた。それは社畜のことをゴブリンと言っているのですかみたいな。働く市民のことを今ゴブリンと言いました。コンプラ教育の賜物。敗北だ。最近も大人になっちまったな。正直つまんないよ。コンプラ。正直つまらねえ。この世の中。傷つけていこうぜ。最低すぎるこの朝活。常識的な人働いてるから。夜勤税に謝れよ。夜勤税に謝れよっていう配慮ももう、だるい。この世の中配慮でだるいよな、本当に。うわ。こんばんは。ひぐっちー。ちょっと、もうチャットの仕方も忘れたわ。なんか変なマークついてるけど、これ何ですか？デンジャー？安全じゃない！偽物なんじゃないの、この楓ひぐっちー。危険なメッセージ。あ、私も危険だ。私もだ。ああ、狙われてる。何に？住所漏れるらしいから気をつけて。うわあ、マイクラって怖。でもまあ、強く生きていきたい。マイクラのゲームクレカで買った？覚えてない。怖。最近コンビニ決算して買い直した。ね、さっきからマジなの？ねえ。井口楓。何なの？怖いよ。泣いちゃった。うわあ。かわいそう。お前がかわいそうにしたんだぞ。俺はこんなにかわいいのに。こいつ、リスナーに話しかけ出した。私のリスナーだぞ。無敵かな？もうて、お！お！こんばんはー。お待たせ。待った。あ、二次さんに所属、アンジュ・カトリーナです。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いや、まさか来てくれる。アンジュが欲しいって。なんですか？俺なんでアンジュさんこんな必死に取ろうとしてんの？俺これこんなって言ったら失礼だわ。欲しい。アンジュが欲しい。アンジュが欲しいって噂聞いたんすけど。いや、そんなの違うんですよ。違くないけど違うんですよ。見たんすよ私。違うんですよ。嫌いとかじゃない。好きじゃないってことですか？好きじゃないくはないですよ。お好きじゃないですか？違う。じゃあ好きなんすよ、それ。違う。好きじゃなくはないです。でも好き？それはでも好きじゃないですか？違いますよ、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 そういうことじゃない。好きにもいろいろあるの分かりますよね。まだ付き合いたての好き。違う。命知らずなのか、あんたは。最近ちょっとまたね、私特有の性欲が高まる時期が来てしまいまして、大変ですね、毎日。もうね、今日配信をね、撮ったこともね、ちょっと後悔しかけたくらいにね、もう止まらなくなってしまいまして、読んだり、妄想したりもだけど、エッチなあれを書いたりとかね、まあ BL ですけどね。毎日ね、ココチンが暴発してしまって、私の、自分で自分が制御できないみたいな。沈まれ、俺の右手。まあ右手、私何にも手では何にもしないけどね、単に、書いたり、小説書いたり、まあ、小説書くのに手使ってるけど、妄想したりとかね、あとは、エッチな漫画読んでるだけですからね、何もしないですけどね、手ではね。チューブさん入っていいか、じゃあ俺。
攻めすぎ、さすがに。ちょっと攻めてるか。ちょっと攻めてるか。ちょっと波紋広がるか、さすがにそれすると。一瞬だけ。あ、する。おぉ、あぶねえ、やめとけって。アキラはいかない、アキラはいかない。さすがに、さすがに。うわぁ、うわぁ、パルスはまあいけるか。丸い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 。あー、丸い丸い丸い。セーフ。なんか暴れてるから一緒に暴れよう、俺も。星町さんも暴れてる。俺誘発するわ。開いた瞬間に、みたいな。あ、来た来た来た。アキラ。緊張する。我々緊張する。俺が常闇さんを。なんでそっち。そっち違う。いやお前チキンかよ。ああ間違えた。いやもう本当見とけ。本当。マイケル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 。やれんのかって。うちのコメントのマジでやめた方がいいよ。マジでやめる。俺は何もしてないちなみに。ラグナドールの特攻隊長ふわみなとと申します。特攻隊長だったんだ。よろしくお願いします。はい、ラグナドールの2番隊長星川空です。よろしくお願いします。1番星から2番隊長に。そしてそしてふみのさん。はい、鏡さんのミスブタふみのたまきよ。よろしくお願いします。違う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 社長そういう社員。違う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 。僕は否定しないですよ社長。あいけんだぞ。そうだよね。あいけんだぞ。受け入れてあげよう。バカな。シシドあかりちゃんですね。あかりちゃん同期が7人女性ということで、うん、不仲説を言われることが多々あります。え、実は裏ではてんてんてんみたいな不仲説が出そうで怯えてるのですが、実は仲がいいです。どうやって仲良いアピールをしていけばいいと思いますか。はぁ、またまた女7人集まって仲いいんか、ほんまにあるのかな。あーバチバチしてるだろう。火のないところに煙立たない立たぬーゲーマー上で何5人 ?5 かゲーマー上5、まあ、5でもいるわけやし、まあ、やめろやめろ5でもいる、やばいいやだからチンペチ飲んだらもう体絞る。でもやっぱチンペチはでももう昨日からずっとやってっからね。やっぱどういうトーンでチンペチくださいって言う。いや俺普通にあれだよ、俺外あの外ではほとんど声出さないから指さしてこれくださいって言うだけだよ。おもんな。は、わかったよ。じゃあもうわかった。そんな言うなら俺もめっちゃモバイルオーダーも何もなくチンペチください、現金でお願いしますって言うからね。じゃあもういいんだね。はい、今この世界に無敵の人が生まれました。チンペチ欲しいです、現金でお願いします、言うから。風呂入るとき最初ちょっと見え張る。どういうこと最終浴場行くとき見え張る。待って、その発想一切ない。僕の中ゼロなんだけど、どういうこと。私の友人に風呂行くじゃん、うん、男同士で、うん、男の見えとして、うん、やっぱり大きい方がいいってのがあるじゃん。入る前にさ、うん、あの刺激するやつがいるんだよ。何それと思って。これ酔っ払いどうしたらいいよ俺本当に。